朝まで生鶴瓶は2000年から2011年まで毎年12月30日深夜にテレビ朝日で生放送されていた公開形式のバラエティ番組で司会を務めた小福帝鶴瓶の冠番組である。タイトルの由来は同局の討論番組朝まで生テレビで実際に使用していたタイトルロゴも特番内での表記も朝まで生テレビ。 と同様に、月で朝まで生鶴瓶、と表記、表示されていた。放送時間はその年の編成の都合に左右されていたが、おおよそ3時間強。2009年のみ12月29日に放送された。鶴瓶が毎年一人のミュージシャンをパートナーにして、フリートークをし、その内容に合わせた曲を合間に演奏してもらうという、形式で進行。 トークの内容は自由気ままで、鶴瓶自身の身近な出来事から鶴瓶の謎の知人、淀川の話まで点々とする。パートナーによる演奏は、ギターを使っての弾き語りと鶴瓶が好きなフォークソングが、中心。2001年までは、毎年パートナーが変わっていたが、2002年からは、坂崎孝之助に定着した。原則として、東京都内からの生放送を行っていたが、 2004年だけは、パートナーである坂崎が翌日に、大阪府内でコンサートを行う都合上、大阪一新寺の隣にある、一新寺シアターともらくから放送。話の裏付けのため、同年には、兵庫県西宮市内にある鶴瓶の自邸などで、行ったロケ VTR を放送。これを機に、系列局の朝日放送での放送が始まった。2005年には、番組後半で、 鶴瓶が自作落語、私落語を披露。鶴瓶が着替えをしている間、坂崎が一人語りで番組を進行させていた。2006年には、鶴瓶の携帯電話にかけてきた有名人と電話出演でトークをする企画を実施。この企画で、三宅健などが電話出演した。2007年、鶴瓶は第58回 NHK 紅白歌合戦の司会を、 担当するが、2007年11月22日放送の、チチンプイプイに出演した際に、この特番にも例年通りに出演すると発言した。そして日付上は、紅白の生放送当日であるのにもかかわらず、鶴瓶は公約通りにこの特番に出演。紅白の分厚い台本を持ち込んで本番に臨んだ。この回は、紅白の話で持ちきりだった。途中、 県直子がスタジオ出演した。2008年には、後半から朝まで歌鶴べのようにゲストミュージシャンの3人が登場し、それぞれ歌を披露した。2009年には、坂崎が放送日当日に大阪城ホールでザ・アルフィーコンサートツアーのファイナル公演に参加していたため、A スタジオで共演した際に出演を依頼していた森山直太郎をパートナーに迎えた。 なお、坂崎は、大阪城ホールからの中継で一曲だけを披露した。この特番のスタッフは、テレビ朝日の視聴率が低迷していた時期に、鶴瓶が出演していた、特に短命に終わった番組のスタッフが中心だった。そのため、鶴瓶は校長になった2005年前後の数年間は、大事な時に、こんな番組作っててはダメですとネタにしていた。また、鶴瓶は、スタッフは、 打ち上げの宴会の方を楽しみにしており、放送翌日の昼まで宴会を行うと言っていた。ありがとうございます。